はい、皆さんおはようございます。江口宏之です。さあ、ですね、今日から始まります2022年度全国通訳案内試験地理のコースでございますけども、今日はシーズン1からシーズン4までありますけどもね、そのシーズン1の第1回目ということで、シーズン1の1になっております。よろしくお願いいたします。じゃあ、今日1回目ですんで、どういう教材を使っていくかとか、そういった全体の話も少ししたいと思いますんで、でまずこの演習問題は毎回1つあるわけなんですけども、授業の大体1週間前に次のものをアップしていくっていう感じで、予定として進めていきます。で、基本的に予習はいらないです。やってもいいんですけども、もうね、復習専念型っていう感じで教材作ってありますんで、予習はしなくても結構です。その代わり予習をしっかりしてください。それでですね、その他に地理の教材といたしましては、日本地理基本テキストと、それから、観光地一覧地図テキストってあるんですけども、ご覧いただいたと思うんですが、この、日本地理基本テキストっていうのは分野別です。で、例えば目次の方を見ていただきますと、目次の方に進みましょうかね。拡大いたします。125ぐらい。で、まず第1章が日本地理概観ということで、このシーズン1でカバーするのはここの部分ですね。第1章の1から5までをやっていきます。で、そこから先は分野別になっていまして、シーズン2以降は、この地域別問題と、それから分野別問題に分かれていきますので、その分野別問題の方の、復習に使っていただくというものですね。世界遺産、自然公園、十全県その他というふうに分かれていきます。で、それから観光地一覧地図テキストの方は、これはもう地域別ということで、例えばもう北海道地方からずっとこう都道府県単位で網羅してあるということですね。拡大しますとこんな感じですね。で、こちらの方はもうほとんど情報もなく、ただリストになっているんですけども、リンクが貼ってありますんでね、例えば茶色のリンクは Wikipedia です。それから青のリンクの方が Google マップということになりますけども、これで場所なんかを確認していただくっていう感じです。で、各1ページに1つの都道府県が載っていますので、非常に簡潔にまとめていただいて、で、特にこの各ページに載っていますデータという一番核の部分ですね。これ辺が、去年の試験でも結構出ていましたので、これ辺もしっかり見ておいていただきたいということです。さあ、それでですね、今日はまず何をやるかということなんですけども、まずはこの日本地理概観のところの今日は都市の部分ですね。ちょっとクリックします。で、この左ページが地図になっていまして、右ページの方ですね、こちらが都道府県の一覧ということで、150パーぐらいでいきましょうかね。で、これも同じくですね、茶色の部分が Wikipedia で、青の方が Google マップにつながってるんですけども、Google マップはですね、Google 社の方から API キーライセンスというのをセル英語ソリューションズでは取得していまして、このマップのですね、商用利用といったものの権利がありますので、授業の中で使わせていただくことになります。で、まず都道府県についてはですね、このページをざーっと見ておいていただきたいと思うんです。復習の段階で。この都道府県の日本のこう歴史なんかを見ると結構面白いんですよね。で、こういったところに興味を持って都道府県の名前をこうチェックするという、その価値は大いにありますので、あとはこういった都道府県省ですね、こういったものを見ていただくと、その都道府県の特徴が、こう一目で分かるっていうところもありますからね、このページはちょっと見ておいていただきたいと。はい、そういうわけで、まず北海道から見ていきたいと思うんですけども、大きく地域を分けますと、北海道、東北、北関東、南関東と、で、まずはこのブロックですね、これを先に、やっていきたいと思うんですが、その次が、この甲信越以下ということになるんですけども、とりあえず札幌というか北海道からですね、神奈川県の方まで行きたいと思うんですが、このまず都道府県を押さえるときに大切なのは、都道府県名と都道府県庁所在地名が異なっているものですね。例えばこの地域でしたら、北海道の札幌、それから岩手県の盛岡、宮城県の仙台、それから北関東は3県とも違っています。茨城県の水戸市、栃木県の宇都宮市、群馬県の前橋市と、ただいろんな県によって事情がありましてね、例えばこの、栃木県の場合には栃木市という市もあるんですけども、県都の方は
この、宇都宮市になっているわけですね。で、一方、群馬県の方は最大の都市は高崎市です。ね、高崎市だけども、県とは前橋市ということになっていきますね。まあ、こういうふうな、いろいろ特徴がありますので、ね、それもおいおいご説明していただきたいと思います。じゃあ、まずは、ね、北海道からちょっと地図の方を開いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。はい、これ北海道の全図ということになります。これ写真に見えているのは函館山ですね。で、その北海道の中の県都がこの、県都じゃなくて道都ですよね。道都。まあ、道都という方は都市の都と書くんですけども、まあ、県庁所在地、都道府県庁所在地というふうな意味です。で、ここが札幌市ということになるんですが、一応クリックすると、その地域が見えますんでね、どれぐらいの広さがあるのかということを大まかに確認できます。こんな感じでね。はい、ということで、で、まあ、この近辺には、例えば、小樽市とか、あとはね、ここ函館とか室蘭市とか、苫小牧なんかあたりいたしますね。まあ、こういった地名なんかもちょっとこう確認しながら見ていっていただくといいかと思います。さあ、それじゃあですね、北海道、それから次が南に下りまして、で、東北の場合にはですね、東北6県ですね。で、こちらはまあ、リストにしてある順番で見ていきたいと思うんですが、まあ、最初は青森県ということになります。青森県の県都は青森市ということで、ここは今ちょうど桜のね、こう写真が出ていますけども、まあ、ここが青森県の、ここをクリックしていただくと、県域というのが赤で示されるんですが、ね、なぜか青森県だけ県域が出てこないんですよ。普通はここに赤の線が出てくるんですけどね、どうしてでしょうかね。まあ、だから県域の、すると境界線をちょっと確認いたしますと、ここに薄い点線があるの分かりますかね。これ辺、白神山地ですね。でそれから、ここが十和田湖ということになります。この北部の方が、八甲田山ということになりますね。で、この十和田湖の真ん中に点線が入っているのが分かると思うんですけども、まあ、この、青森県側とこっち、秋田県側ということです。で、それからここが少し南下いたしまして、で岩手県の方にね、ずっと入り込んでいく形ですね。で、こう岩手県との県境、県境ということになります。それで、ここまでですね。で、まあ、だから青森県の一番こう端っこの南の方というと、ここら辺、八戸市ということになるわけです。まあ、こんな感じで見ておいていただくといい。で、それで青森市をクリックすると、県境がこういうふうに出てきます。こんな感じになってますね。まあ、世界遺産がですね、縄文時代の遺跡群というのが世界遺産になりましたんで、青森県は非常に重要な縄文時代の遺跡を持ってますから、ね、ますますこう、なんていうかな、県のこう人気ランキングというかね、上がっていくような気がいたしますよね。はい、それから、その次がですね、今度は、岩手県なんですけども、北海道に次いで大きな面積を持っている、47都道府県の一つということになりますね。その中心地になるのがこの盛岡ということになります。で、ここは北上高地があるんですけども、北上高地とこの真ん中、奥羽山脈に挟まれたこのルートですね。ここがまあ昔からの主要ルートでございまして、今でいうところのこの東北新幹線がずっと通っているところということになります。で、盛岡で、秋田新幹線と分岐することになります。で、盛岡のちょっと地域を見てみましょうかね。去年の試験なんですけども、この盛岡の中心のですね、3つの川が流れています。これが雫石川ですね。それから、北上川。この北上川はずっと下っていきまして、最後は石巻湾まで行くことになります。で、それからこれが中津川ということで、この3つの川が、ね、去年の試験の問題に出ていたんですけども、まあ、こういう地域のですね、に特化した質問なんかも出ますんでね、まあ、一つ一つ丁寧に見ていく必要があるということですね。はい、それから、岩手県の次が今度左というのは秋田県。まあ、秋田県はもう最大のこう地形の特徴としましては、ここですね、男鹿半島があります。この男鹿半島はもともとここ、八郎潟といいまして、大きな湖、まあ、海とつながってますから、まあ、片子みたいなもんなんですけども、ですから、この八郎潟がなかったときには、ここが八郎潟の埋め立ての前ですね、ここが2つの細い砂州でつながっていた、
この陸系統というですね、これも後でまたご説明いたしますけど、そういう形だったんですが、まあ、この、八郎潟が埋め立てられまして、ね、その雰囲気がなくなっちゃいましたけどもね、それから、その次が今度は宮城県ということになります。宮城県はですね、この牡鹿半島ですね、これが特徴です。でその基部の方に石巻、そしてこの松島とあるわけです。で仙台の地域なんですけども、こういうふうにぐーっとこう山形県の県境まで伸びてるんですね。でこの、もう一回宮城県をちょっと見ていきますと、この辺りすごいリアス式海岸になっているのが分かりますね。のこぎりの葉のようにギザギザとですね。でこの盛岡とのこの連結、ずーっと太平洋側の地域なんですけども、ここを三陸海岸というふうに言うんですけども、実はですね、この基本テキストの、シーズン1では1から5までなんですが、この6番のところにですね、旧国名対応表というのがあるんですね。まあ、立領国の、領国の名前なんですけども、この東北の地域を、この6つというふうに言いまして、青森、岩手、宮城、福島あたりをカバーする地域になるわけですね。でこの6つという地域が後々、その陸前、陸中、陸奥の3つに分かれていくわけです。この前とか後ろ、上とか下というのは、京都に近い方が上とか前になるわけですね。で京都から遠い方が後ろとか、その下という感じになっていくわけですが、まあ、陸前、陸中、陸奥というふうに3つに分かれて、陸が3つありますから、三陸海岸というふうに呼ばれるようになっていったわけですね。はい、そのお隣が山形県ということになります。山形県はですね、この内陸部が非常に大きくてですね、でこの県都の山形市自体は、この、そうですね、むしろ仙台の方に近いんです。これ、鉄道で言いますと、ここに仙山線という、仙台の線と、それから山形の山ですね、仙山線という、その途中にこのね、例の静かさ、岩にしみる蝉の声で有名な立石寺がありますよね。で、この仙山線がありまして、まあ、むしろこちらの方が近いと。で、それよりもこの庄内平野のですね、酒田、それから鶴岡、これ大都市なんですけども、こちらへのアクセスの方がまあ結構難しいというところがあるんですね。まあ、今、山形新幹線が新庄までは、行ってますけどもね、新庄から乗り換えて、鉄道乗り換えて、酒田に行くよりも、まあ、飛行機で行った方が早いかなっていう、東京方面から行くとですね、まあ、そんな感じになりますね。はい、それから、山形、それから、まあ、宮城に接している大県、これ大きな、県ですね。これが福島ということになりますが、今ちょっと福島市の方をクリックしちゃいましたね、福島県の方です。はい、で福島県はですね、非常に大きな県でございまして、でいわゆる大山脈と呼ばれている山脈は、ちょうどこの福島のあたりまでなんですね。ずっとこう北から来まして、ここに猪苗代湖がありますが、この北あたりまで、この辺までが大宇山脈ということになります。で、この左手は、まあすぐこの越後山脈の方につながっていくんですけども、飯豊山地とか、あと旭山地とか、ここら辺でありますが、ですね、北から行くと、ここら辺、山形県の、出羽山地、それから、旭山地、それから飯豊山地、そして越後山脈とこうつながっていくんですけども、でこの、その、東側に位置しているのが、この会津地方ということになります。でそこから一つ山を越えまして、この、東北新幹線が通っているところがあるんですけども、だからここ、阿武隈高地を越えて太平洋側ということになるんですが、この3つの地域では気候が大きく異なるんですね。でしかも交通のルートからいたしますと、例えば会津地方から言うと、やっぱり日光からの方のこのルート、会津西街道といいますけどもね、それから郡山、福島の方は、昔のこの奥州道中、日光道中ですね、日光までは、途中の途中までは二高道中と奥州道中兼ねてますけど、ここから先は、まあ、奥州街道、奥州道中ということになるわけですが、まあ、これ沿い、それからとは太平洋側沿いということで、まあ、そのこの会津地方とこの真ん中の部分、中通りというふうに言われてますが、中通りと浜通りですね、この3つで大きく気候も違えば文化も違うと
まあ、そういったところがこの福島県の特徴でございます。はい、北関東に降りていきます。北関東は北関東3県、茨城県、水戸、滋賀、県都ですね、から栃木県、宇都宮市が県都、から群馬県、前橋市ということで、まあ、ここはあの、北関東3県ですね、この形を確認しておいていただきたいと思います。この茨城県の一番南部の方は、これ、利根川沿いということになります。で、一方、栃木県の特徴なんですけども、こちらはね、見るところ、人間の顔に見えるんです。人面ですね。これ、あの、天気予報なんかで栃木県出てくると、もう必ず人の顔にしか見えないんですが、ここに中禅寺湖がありましてね、これがあの、目ですね。それで、ここら辺、鼻があって、ここら辺に口があってね。で、頭がこうニット帽をかぶってるみたいな感じでね、もう一度そう見えてしまうとそうしか見えないっていう感じがありますけども、栃木県。それからその西の方が群馬県ということで、こちらはね、上毛かるたにつるまう形の群馬県というのがありまして、お鶴の形です。で、羽を広げて、こちらの方があの首の方ですね、飛んでいる様子を表していると。で、そもそもこの群馬、栃木、茨城というのは、この関東からのこう縦のアクセスが非常に便利 で、その割にはこの横のアクセスがあまり便利ではなかったんですけども、北関東自動車道っていうのが完成いたしまして、今ではその、この3県の横のつながりですね、横の交通が非常に便利になったということがありますね。はい、それから、南関東4県を降りていきたいと思いますが、まず最初は埼玉県ですね。埼玉県の形は、こうなんか東京都にこうね、あの県境がありますんで、東京都の形に沿った形はなってるんですけども、まあこの平野部とそれから山岳部というふうに大きく2つの地域に分かれる特徴がありますね。で、あと特にこの平野部の方は、まあ、東京のベッドタウンとして非常に人口密度が高いのが特徴です。一方東京都の方なんですけども、東京都はちょろ長い形をしていまして、あのイカの形に似てるんですね。でこちらイカの頭の部分ですけども、こちらの方が奥多摩地域ということになります。で、まあ、あの地域がいろんな事情があって拡大していったこともあって、このようにあのちょっと変形した形になっているわけです。で、中央部分のこの、東京23区とそれから西部の方の支部に分かれるわけなんですけども、あの東京23区というのはもともと東京市というふうに言われていまして、戦後あの人口密度が高くなりすぎまして、それを、まあ、一つの行政区として管理できなくなったわけですね。だから東京市を、まあ、区に分けていったわけです。だから東京市の、あの東京の今の特別区という23区というのは、他の県でいうところの市と同じ機能を持っているわけです。区議会があって区長が選挙で選ばれるっていう、そういう形になってますんで、まあ、一応それを特別区っていうふうに呼んでるわけですね。で、英語表記では昔はあの、ウォードっていう言葉を使っていたんですけども、まあ、最近では東京23区はすべてシティに名前が変わっています、新宿シティとか中央シティという方に変わってるわけですね。まあ、これが、区部というのと、あと支部に分かれていますが、東京都の一番こう西のところっていうのはもともと神奈川県の一部 で、東京都の水源を確保するために、この多摩川を利用するためにですね、あのここを東京都に組み込んだんですね。で、その一番多摩川の上流の方に奥多摩湖という人工湖ができて、で一方神奈川県の方はその水源として相模川ですね、これを利用するために相模湖という人工湖が作られたといういきさつがありますんで、まあ、こう東京都のちょっと複雑な形はそういう理由があります。はい、千葉県です。千葉県はこの房総半島が非常に特徴ですね。それからと利根川に沿ってますんで、ここら辺があのちょっとね、特殊な形に見えますね。で、中心地の千葉市は、まあ、この沿岸のところということになりますね。はい、それから、神奈川県なんですけども、まあ、神奈川県は、そうですね、ここも平野部と山岳部に大きく分かれてまして、この辺の山岳部あたり、丹沢山があったりするんですけども、自然が非常にこう豊かな部分と、この沿岸都市と工業都市として発達したところ、あと昔の軍港ですね、そうやってあのそれぞれ発達の歴史が違うところが組み合わさっている、あと、ね、鎌倉なんかもちょっと大河ドラマで盛り上がってますけどもね、そういういろんなこう特徴を持っているというところです。
さあ、それでですね、今日の演習問題、見ていきたいと思います。まずは1ページ目なんですけども、はい、まず、今日の大問1の1ですね、日本の都道府県に関する次の質問に答えなさいということで、地図に示された県は緑豊かで山地や丘陵地に富んでいると。で、面積は日本の都道府県としては北海道に次いで2番目に広いということで、もうこれはね、確認中の確認という感じなんですけども、岩手県を選んでいただきます。番号をクリックすると、こうやって丸が出てきますね。あとは、宮城県ですね、それから山形県、福島県と確認しておいていただきたいということです。さあ、次の問題行く前に、こちらを、全部、ちょっとね、一覧を見ておかないといけないんですけども、先ほどのここのページで言いますと、次は、甲信越、北陸、東海、近畿ということになっていきます。まあ、甲信越は、この、甲斐、信濃、越後というね、旧国名がこう組み合わさったものなんですけど、まあ、今すぐに覚える必要はないですが、少しずつこういった地方の地域の名前とか、あとは国立公園の名前とか、あとはね、川の名前、あと鉄道路線、こういったところに頻繁に出てきますんで、まあ、それを覚えていけば自然に頭の中に入っていくんですが、大体、その旧国名で言うと、今の何県に相当するのかと、何県のどこら辺かと、そういったことなんかをちょっとこうチェックしていくといいと思いますね。はい、山梨県から和歌山県までざっとこう見ていきたいと思います。ちょっとね、急がないといけないですけども。はい、それでは次は山梨県でございますが、山梨県は富士山がありますのでね、こう富士山の頂上です。ですから、その富士山の山麓に沿った形で、この南部の方の形が非常に独特ですね。であとは山に囲まれていまして、この山から川がこう、この甲府盆地の方に流れてくるところ、ここがずっとこの扇状地になっていくんですね。で一番有名なのはやっぱりここら辺ですね。そうですね、甲州市、勝沼あたりですね、ここら辺の扇状地が非常に大きいですね。ここの部分ですね。扇状地につきましては、5回目の、シーズン1の5回目でね、詳しくこういった地理用語なんかをやっていきます。さあ、それから長野県、これはね、大きな県なんです。長野県はですね、南北に長いですからね。で、県都の長野市はもうほとんどこう日本海側に近いところにありまして、善光寺があることで有名ですね。で、長野県全体は、その大きく分けると、こう長野市の地域から松本市、松本盆地ですね。それから南の方の飯田市なんですけども、こういうふうに南北に非常に長いんで、気候もそれから文化もかなり南北で異なっています。はい、それから甲信越ですから次は越後ですね。新潟県。で、ここもですね、非常に長細い地域なんで、この越後という全体、その隣が、これが越前になるわけなんですけども、で、あと越中。ね、越前、越中、越後というふうにつながるんですが、この越後自体が非常に大きな県なので、それをさらに上越、中越、下越というふうに3つに分けていくわけですね。で、上越の方が、京都に近いということです。それから中越あたりですね、それとあと新潟市、以北が、ここから来たですね、新潟市から来たですね、この辺が下越ということになるわけです。それとあと佐渡地方に分かれていくんですが、ちょっと混乱するのが上越新幹線という呼び名ですね。この上越市の上越っていうのは、上越、中越、下越に分けた時の上越、京都に近い方というような意味なんですが、上越新幹線の名前は、この、群馬県の神津で、それから、越後を組み合わせて、神津越後で、なんていうかな、上越っていうふうになってるんで、実際通ってるとこは下越の方なんです。中越、下越を通っていくんですよね、上越新幹線はね。そこら辺がちょっとこう、混同しやすいんですけどもね、そこだけちょっと注意。さあ、それから次が北陸地方です。北陸地方は、富山県、石川県、福井県の3県なんですけども、富山県、ね、ここはもう中部山岳にこう接したところで、岐阜県とそれから長野県にこうね、接しているところですが、この石川県の方は、
能登半島が非常に特徴的です。で、県との名前が金沢市になりますんでね、それからあと福井県ということで、福井県はむしろもう京都に非常に近くてですね、だからこの福井の北部とそれから南部の方はずっとこの若狭湾に面したところで、もうあのほとんど近畿に近いという感じになっていきます。さあ、今度は太平洋側、東海地方なんですけども、東海地方はこの山梨県の南に位置している。で、静岡県も大県でございまして、大きな県ですね。だからまあこの伊豆地方から浜松まで非常にあの東西にわたって、広い県なんですね。ですからここもまあ産業文化、そういったものが県域によって随分あの異なってくるということですね。で、それから、その、隣が愛知県ということになりますが、愛知県はですね、この豊かな濃尾平野、ね、これをその岐阜県とこう共有しているという感じなんですけども、中心地はこの名古屋ということになります。名古屋市ですね。それから、岐阜県なんですけども、岐阜県もかなり大きな県でございまして、まあ、パッと見たところ、こう、カエルの後ろ姿にどうしても見えちゃうんですね。まあ、そういうわけで。で、ここも岐阜県もね、あのもうこの、名古屋の直近から、あとは富山の直近まで、非常にあの南北に長い県でございまして、で、特徴的なのは、やはりこの川ですね、あの長良川沿いと、それからこの飛騨川沿い、ここら辺にこうずっと都市が発展しているわけで、これもあの縦のつながり、南北のつながりが非常に強い、そういう特徴がありますね。はい、それから東海地方、もうほとんど近畿なんですけど、三重県ということになります。三重県もですね、南北に長いんで、まあ、地域によって随分文化圏が分かれていきますね。で、特徴的なのはやはりこの伊勢神宮があります地域のこの、伊勢志摩地方ということになりますね。で、県都は津でございます。都道府県の中で、まあ、全国の都道府県の中で唯一漢字一つだけからなっている県都になります。さあ、それから近畿地方ということなんですけど、まずはこの琵琶湖の特徴の滋賀県ということですね。県都は大津市でございます。はい、それから京都府は一部が日本海の方までつながっていますので、で、ここに宮津湾というのがありまして、ここにあるのが山の橋立てということになります。これですね。最近はあの、ね、ここら辺、国定公園があの丹後天の橋立て大江山ですね。それからあとは京都丹波高原という、ここら辺はあの昔の里山のこう雰囲気が非常によく残ってますんで、まあ、あの続けて国定公園が2つできましたけどもね。それから、次が兵庫県ということで、兵庫県も日本海とつながっています。ここは瀬戸内海と日本海で、これも大きく文化圏が異なるところですね。それから大阪府なんですけども、大阪府は面積の割にはね、あの人口が非常に多いところなんで、人口密度が非常に高いところです。で、その、大阪府と接している、まあ、あの京都も接しているんですけども、奈良県と、ね、奈良県ですね、これも完全な内陸県ということになります。ただ、まあ、大きな都市というのは大体北部の方に固まっておりまして、その中心地域というのはこの紀伊山地の、ね、中心部分を占めることになります。紀伊山地の霊場と参詣道という、世界遺産がありますけども、その重要な部分を占めていますね。それから、まあ、同じく今の言いました、世界遺産の中でも非常にこの、世界遺産登録者多いのこの和歌山県ということになります。はい、県都は和歌山市、一番北部の方ですね。さあ、ここまで見たところで問題の2番目です。写真は3000メートル級の山々が連なる地域に所在する、水力発電用のダムで、日本最大級の貯水量を誇ると。1956年に着工し、1963年に完成。建設の物語は映画化され、三船敏郎、石原裕次郎らが主演したことで知られる。このダムが位置する県を選びなさいということですね。はい、これはね、富山県です、ね。で、ちょっと確認いたしましょうかね。先ほどの地図でいきましょうか。立山黒部アルペンルートというふうに言いまして、この立山をこう横切っていくルートが富山からこうずっと伸びてるんですね。
で、そのルートは、この地図で言いますと、この立山からですね、この立山抜けまして、大町、ここを目指していくということになります。で、これですね、富山地方、鉄道立山線。ね、ここからですね、ずっとこう山を越えまして、で、トンネルくぐって、黒部ダムということで、ここですね、黒部ダムですね。で、それからこの、長野県の大町の方へと抜けていくということになります。まあ、ここら辺はちょうどもう黒部ダムというとね、富山県の一番端っこの方になりますけども、これ結構入り組んだ形になってますんでね、しかも内陸地というのは、どうしても県境を見たときに場所がよくわからないというのがありまして、時々こうやって地図できちんと県境を確認しておくということが大切ですね。はい、ということで、さあ、それじゃあですね、続きは中国地方から四国地方、九州地方ということになっていきます。で、さっき申し忘れましたが、この山梨県なんですけど、甲府市がその県都ではございますが、山梨市というのもありますね。そこを気をつけてください。さて、中国地方ですけども、ここら辺はですね、まず島根県の松江市、それから、この愛媛県の松山市、これよく混同しますので気をつけてください。それからあとは香川県の高松市なんですけども、ちょうど東京と羽田とですね、福岡国際空港なんかを行くと、ちょうど高松あたりが中間地になるんですよね。だから上空を過ぎるときに、ただいま、この無事、高松市上空を通過いたしました。で、無事じゃなかったら困るんだけどもね、そういうアナウンスが大体あるわけですね。はい、それから九州は全部その名前が揃ってますので、これはいいですね。で、沖縄が那覇市でございます。で、沖縄市というのもあるんですけど、県都の方は那覇市ということで、この覇という漢字、ね、覇権の覇ですよね。これは昔筆記試験だった頃には まあ、ほとんど毎年出てたんで、これがね、漢字書けますかみたいな感じでね。はい、というわけで、確認していきたいと思います。じゃあ、まず、鳥取県の方から行きたいと思うんですけども、ここはもう京都府、あ、ごめんなさい、兵庫県と、県境がですね、こうですね、こう、県境。で、やっぱり有名なのはこう鳥取砂丘なんですけどもね、で、それからずっと、西の方に行きまして、大山、中国地方の最高峰です。それでここが弓ヶ浜という浜があって、ここがお隣の島根県の、この島根半島につながっている部分ですね。あ、島根県も県域出てこないですね。そう、ここは、この弓ヶ浜のとこまでは、鳥取県なんですよね。で、この半島の、美保っていうんですけど、ここら辺地域からが島根県ということになります。県境が出てこないんで、端っこが分かりにくいんですが、ここですね。増田。雪舟にゆかりな、画家の雪舟にね、ゆかりなところですね。で、ここ、津和野町、ね、津和野町ですね、ね、津和野町。で、ここは県境ということになります。で、これを過ぎると、次は山口県ということになるんですが、順番からすると岡山を見ていきます。はい、次、岡山県。岡山県は、だから、東が兵庫県、北が鳥取県、西が広島県ということになります。県と岡山市ということになります。ね。まあ、例の、日本三名のね、岡山後楽園があることで、ね、有名ですよね。後楽園ね。はい、それから、隣が広島県ということになります。世界遺産2つ持ってますからね。原爆ドームと、ここ、宮島ですね。厳島。で、それから本州の一番西の端になるのが山口県ということになります。山口県は日本海側に面している、まあね、こう、萩を中心とした、ところ、それからこの瀬戸内海に面したところで、大きくこの気候も違うし、文化も違うという感じですかね。はい、それから九州に入って、あ、四国先にやらないといけない。四国4県は、まずは、じゃあ香川県からいきましょうかね。うどん県というふうに自らを呼んでますけども、県都は高松市ということです。それから、その南に位置しているのが徳島県になりますけども、
徳島というと阿波踊りで非常に有名ですよね。で、この県の西の方、この辺は非常に自然が豊かなところで、この大きな川、これ吉野川というんですけども、この吉野川がですね、このずっと流れていまして、で、この徳島県のこう特徴的な剣山という国定公園にもなってますよ。ここから流れてくる川がありまして、祖谷川っていうんですけども、その祖谷川と合流するという感じになっていますね。この辺は非常に自然地域が豊かなところです。で、それから次が高知県なんですけども、高知県はこの土佐湾に面しているね、ところとか、あとはこの、2つのこの岬ですね、室戸岬と足摺岬と、これが太平洋に突き出ているというところが特徴です。それから、愛媛県、ここは松山が県都で、例の道後温泉があるところですね。で、道後温泉、本館といいまして、今はまだ修復中なんですけども、少しずつこうね、部分的に今、修復していっています。で、やっぱり特徴的なのは、この、リアス式海岸ですね、宇和海というふうに言うんですけども、それとこれ、佐田岬半島という非常に長いこう半島が、九州地方に伸びていっているという、この辺がこの県の特徴、形の特徴です。はい、九州に行きます。で、まずは、大きな県、福岡県ですね。福岡県の面積も非常に大きい、感じで、しかも100万クラスの都市を2つ持っています。まあ、北九州はね、昔100万超えたこともありますけど、まあ、ただ、まあね、大きな都市です。北九州市と、あと福岡市、この2つの都市がありますね。で、その他に、工業都市の久留米、ね、からあと大牟田、こういったところなんかも、有名な工業都市です。で、その左隣にあるのが佐賀県ということになりますが、まあ、佐賀県はこういった有明海に面している、非常にこの、大きな平野、美しい平野、有している部分と、あと日本海に面している部分、ね、この辺も非常に景勝地が多くて、これも今後、観光地として見ていくときにね、この、楽しいところがいっぱいあります。まあ、伊万里ってここにありますけど、やっぱり有田焼有名ですからね、佐賀といえばですね。この有田は、元日本の磁器の、ね、この誕生の地なんですけども、まあ、こういった有田とか、あとはその他に波佐見、三河地とか、この周辺地域で作られた、この磁器、陶磁器をですね、この伊万里から、出港していたわけです。この伊万里市というのは、そういうこの、この辺の陶磁器の、まあ、港町として非常に有名になって、ここら辺の陶磁器を総称して伊万里というふうに呼ぶようになったわけですよね。で、その西に位置しているのが私が生まれた、この長崎県ということになります。私は長崎県の、もう長崎県というとね、こう対馬とか五島列島ありますね。すごくこう広域になっちゃいますけどもね、私はこの佐世保というところで生まれたんですけども、非常に島が多いところです。で、景勝地も多いですね。ハウステンボスとか、あと、ここ、西海国立公園、九十九島っていうのがありまして、名前出てくるかな？そうですね。まあ、これもおいおいですね。はい。それから、次が、大分県、熊本県、宮崎県。まあ、大分県は、国東半島、非常に特徴的な形をしております。あとはやっぱり日本の鬼気神話のこう里って言いますかね。だからここら辺、その天孫降臨の、話とまつわる地が非常に多くてですね。まあ、それを宮崎も鹿児島も同じですけどもね、この辺ね。例えば宮崎ですと、この高千穂ですね。ここが天孫降臨の、ね、伝説が伝わる非常に有名なところ。で、ここの、延岡、ね、日向から宮崎市、昔はここら辺は日本の、なんていうかな、こう新婚旅行のメッカというふうに言われていたんですが、まあ、しかし、その1970年代になりまして、今からちょうどね、50年前ですけども、沖縄が日本に返還されてから、ちょっとまあ人気がそっちの方にこう奪われてしまったというのがありましたけどもね。はい、それから熊本県です。なんと言いましても、阿蘇山ですね、特徴なのはね。で、阿蘇山の、まあ、この、登録の方、ね、で、あとは北部の方に九十っ
という九十連峰があるんですが、この辺は大分県に含まれるんですけども、そういったものを複合して阿蘇九十国立公園というふうに指定されています。でそれからあと天草諸島も含まれますね。それから鹿児島県、鹿児島県はですね、この本土とあとは奄美群島の方まで、ここら辺までがずっと県域に入ります。で、この一番南の与論島ですね、でこれを越えますと沖縄県に入っていきます。で沖縄県は、この那覇を県都といたしまして、ここに慶良間諸島、久米島ですね、それから宮古島がありまして、石垣島、これ西表島、そして与那国島と、まあね、この辺の一番先島のあたりを、八重山列島というふうに言いますけどもね、まあ、こんな感じで全体が構成されているということで、はい、日本全国回ってみました。いかがだったでしょうかね。さあそれじゃあですね、問題を一つ先に進めますが、3番、大名庭園で日本三名園の一つとされる後楽園を所在する県を選びなさいということで、まあ、岡山後楽園ということで、これも簡単ですね。さあ、一応都道府県を、ね、全部見ていきましたんで、さあ今日の、もう一つやっておかないといけないのが、この観光都市という、でこれはですね、この基本テキストでいうとこの都道府県一覧の下の方に、まあ、その他の都市ということで、まあ、全部挙げることはできないんですけども、まあ、試験によく出てくるという意味での観光都市を挙げてありますので、それにまつわる問題を、大問で3つほど見ていきたいと思います。でまずは、東日本地方の問題ですね。地図で示された都市は天然の良港を抱え、中世以降、かつての蝦夷と日本本土を結ぶ貿易都市として重要な役割を果たしてきた。また近世の終わりには大規模な戦争の舞台となったというのは函館戦争のことを意味してますけどもね。で、ここが函館ということになります。でその他の室蘭、小樽、札幌なんですけども、札幌は先ほど確認いたしましたが、室蘭確認してなかったですね。室蘭はですね、造船で有名なとこなんですけども、非常にこう天然の良港がありましてね。で、あとすごいのこの地球岬展望台ってやつなんですね。これはほぼ、360度近く、この海を見渡せるというところでございまして、私も行きましたけど圧倒されましたね。非常に景色がいいところです。はい、ということで、室蘭、よろしいですかね。それから、今乗っていたのが札幌と、あとは小樽でしたね。小樽は、札幌から、近いんで、ここは札幌ですけども、そのお隣ということになります。鉄道がですね、これ函館本線なんですけど、函館本線が小樽を通過いたしまして、で海岸線から、ね、こう内陸部に入って、羊蹄山、ニセコを通りましてね。それから、おしゃまんべから、函館へ向かうと、こういうルート、函館温泉が通っています。はい、それから2番です。お城と桜とリンゴの町として知られ、定石のある公園では、4月下旬から5月上旬にかけて、ソメイヨシノ、しだれ桜など、約50種、2600本の桜が咲く桜祭り。が開かれる観光客に人気であるということで、これも試験によく出るところですね。ここは弘前市なんですけども、青森県の中でも、この観光地として非常に名高いのがこの弘前市ということになります。弘前はですね、これはおととしの試験に出てましたね。ここは小岩木さんですね。津軽富士と呼ばれているね。でこの弘前城ってあるんですけども、このお城が非常に有名で、この写真見てお分かりかと思うんですが、この破風というんですね、こういう三角形のものね、これ普通交互に組み合わせたりするんですけど、ここストレートなんです。ストレートにこう上に重なっていくんですね。特にこちらの3つ重なっている方向から見た写真が結構有名でございまして、あ、これなんかそうですね、非常に特徴的です。
当時の、これ現存天守の一つなんで、そういうお城が残っているということと、あと桜祭りで有名なんですが、すぐ北のところにですね、重要伝統的建造物群保存地区があるんですよ。で、こう、弘前城址なんですが、この一番北門のところですね、北門を出たすぐのところ、ここが弘前市中町、重伝圏ということで、この中町がおととしの試験に出ていましたんでね。はい、というわけで、弘前市です。ちょっと位置確認すると、岩木山のこう、なんていうかな、ふもとっていうふうな感じで見ておくと、分かりやすいかと思います。はい、それから花巻、会津若松、酒田ですが、それぞれ確認しましょう。花巻なんですけども、ここは宮沢賢治のね、誕生地としてよく知られるわけなんですけども、ここに宮沢賢治記念館というのがありまして、これかな、そうです。ここいいんですよ。こう山猫軒と書いてありますが、注文の料理店の中に出てくる料理店ですね。そういう山猫軒というレストランがあったりするんですね。ただここは結構広い、公園になってまして、でその宮沢賢治のストーリーの中でよく出てくるイーハトーブの里をね、再現しているというふうに言われているんですけども、こう開館した時にもうすぐ行きましたね。今から何十年前かな。ね、一人一人いなくて、ちょっと不安になった、というのが記憶にありますけどもね。そういうわけで、花巻市、盛岡市の南の方に位置していますね。はい、それから会津若松、そうですね。これは会津若松は会津地方、猪苗代湖にこうね、面しているところ。幕末のね、会津戦争の舞台となった鶴ヶ城とかですね。それからあとは飯盛山、ね、例の白虎隊が自陣して果てたっていうね。でこの北の方が、磐梯山でございまして、この辺が磐梯地域ですね。この辺がもう観光地が非常に多いところでございます。それから酒田、ここはもう米の積み出し港として栄えたところで、ちょうどここに、最上川が流れてまして、その河口に位置するんですね。でここに三居倉庫って書いてありますけども、明治期から、あたりから作られた米の低温、貯蔵庫です。そういったものが今ではこの史跡として残してありますし、現存で使われているものもありますしね、資料館として使われているものもあります。はい、それから、3番に進みますが、写真は雪で作った、雪道に祭壇を設けて水上様を祀る小正月の伝統行事である。この行事で有名な都市を選びなさいということなんですが、後ろにお城が見えてますね。このお城、ね、横手なんですけども、ちょうどこの中に子供が入ってね、なんかこう、行事やってますけども、この横手は、ちょうど、この秋田県の、そうですね、なんていうか、内陸部ということになるんですけども、今の鎌倉があったのが、横手城のふもとのとこなんですよ。で、さっきの写真は、どっから写真撮ったか以前特定したことがあったんですが、階段のがあるんですよね。ここか。ここら辺ですね。これ横手城ありますね。多分ここら辺から撮ってるんですよね。で、これちょっと降りてみますと分かるんですけども、この辺ですね。そうそうそう。ここ、横手城、こういうふうに見えますよね。さっきの写真と見比べると。そう、だからこの雪室って、ここら辺に作ってるんです。ここら辺にね。はい。で、それほど雪深くなるわけです。冬はね、ここら辺はね。はい。ということで。さあ、それから八戸、石巻、郡山見ていきたいと思うんですが、八戸市は、これは先ほどちょっと見ましたけども、東北新幹線で行きますとね、この盛岡からぐーっとこう、太平洋側の方へと向きを変えまして、でそこでこの八戸を通って青森へと向かっていくっていう感じになるわけです。でここ三陸復興国立公園というですね、
もともとは陸中海岸国立公園というふうに言っていたんですけども、まあ、例の、大震災の後、拡張いたしまして、ずっと南北に大きくなって三陸国立公園というふうになったわけなんですけども、この八戸のすぐ近くまで公園域に入っています。この階上町というのがあるんですけども、この辺までが公園域に入ってますね。種差し海岸も入ってます、この辺もね。で、株島神社というふうにありますけど、ここはね、海鳥の繁殖地として有名なんですよ。で、今では島なんですけど、あ、今、ごめんなさい、今では島ではないんですけど、昔は島だったんですね。で、ここの部分、島とつながる部分を、ちょうど日本、昔の帝国海軍がこう埋め立てまして、で、そういうこの、陸続きになっちゃったわけですね。で、もともとこの蕪島っていうのは、ウミネコの繁殖地として非常に有名なところです。はい、それから、石巻、石巻はですね、石森漫画館と、これも津波でね、ずいぶんやられましたが、まあ、復興いたしました。で、それで、ここはもともと仙台藩を治めていたね、伊達家の軍港として非常に重要な役割を果たしたわけですね。今ではもう漁港、もう日本有数の漁港ですけどもね。はい、それから、郡山でございます。これは福島県の中の、重要都市の一つなんですけども、この郡山からね、この山を越えまして、この会津地方へとアクセスしていくという、まあ、中通りと、この会津地方の非常に重要なこの接続点になっているところでございますね。ただ秋田新幹線の方、あ、ごめんなさい、山形新幹線の方は、この福島から分岐いたしますけどもね、ここからね。はい、それから、郡山行きましたので、次の大門に行きましょう。さて、中部近畿地方ということになりますが、戦国時代には五方城主の城下町として栄え、江戸時代には主要街道の宿場町として繁栄したと。特産品としてかまぼこなんですけども、慶応元年に創業したね、有名なメーカーです、これね。全国的に有名ということで、この年を選びなさいということですが、かまぼこというと、小田原ですよね。で、小田原市は、まあ、東海道の非常に重要なポイントになるわけです。で、これ見ていただきますと、ここを過ぎると箱根越えになるわけですよね。で、この箱根越えの手前のところで、この交通の要衝として非常に重要な役割を果たしたところでございますね。まあ、だから箱根にこう旅行なんか行ったりすると、帰りは新幹線でということで、この小田原から新幹線使う方は結構多いですよね。それから浜松、豊橋、土浦と。あ、東の方から見ていきましょうかね。じゃあ土浦から見ていきましょうか。はい、霞ヶ浦の、ほとりということになります。まあ、霞ヶ浦って、ここはね、霞ヶ浦っていうふうに書いてあるんですが、正式名称は西浦ですね、ここはね。北浦、西浦と、まあ、この辺の、いわゆる、湖を全部総称で述べるのがこの霞ヶ浦っていう名前なんで、霞ヶ浦はこの全体なんですよね。で、今、霞ヶ浦って書いてあるところ自体は西浦っていうふうに言われているものです。はい、ここがその土浦ということになります。それから次が浜松ですね。浜松は楽器製造で有名ですよね。で、浜名湖にこう面しているところなんですけども、ここも東海道の交通の要衝で、ここはこの新井というところですね。新井関って言って、昔はこの関所が、この海上の関所と陸上の関所を兼ねていたんですよ。で、今では浜松というと、あ、そうですね、うなぎ、それからやっぱり河合楽器とかヤマハ楽器とかね、あと自動車製造ですね、なんかで、ね、非常に力を持っているところですね。他のタブを閉じます。はい、それから、豊橋ということになりますが、豊橋はね、この渥美半島といいますが、この渥美半島との分岐点にあたるわけです。で、
東海道、これも非常に重要な通過ポイントの一つということになりますね。さあ、それからこの写真なんですが、これはですね、飛騨高山祭りの、この屋台ですね、出汁です。江戸時代以来の城下町、商家町の景観を構造され、小京都と呼ばれている。で、数多くのスキー場や温泉地もありと、首都圏からの来訪客も多い。写真は春と秋の2回行われる祭りの絢爛豪華な屋台でということで、まあ、これがだから高山祭りのことですね。で、祭りでは江戸時代の装束をまとったもずっと書いてありますけども、重要無形民族文化財ね、重要有形民族文化財およびっていうですね。はい。で、これ高山なんですけども、高山は外国人でも非常に人気の地なんで、位置的にも確認しておく必要がありますね。例えば名古屋方面から北上していきますと、かの有名な下呂温泉を越えまして、これ高山本線ですね。ずっと行くと高山に至ります。で、この高山まで行きますと、実は白川郷に近くってんですね。だから、まあ、高山市から、飛騨市を抜けて、でこの白川郷へとこう行くと、ね、こういうルートなんかが人気ですよね。で、白川郷を抜けると、あとはここ、金沢まで降りていくことができます。まあ、そういうルートなんかが人気です。はい、日光松本古賀ですね。日光、まあ、ここはまた日光を訪れたときに詳しくやらないといけないんで、まあ、大まかに場所だけ確認しておいていただければいいんじゃないかと。ね、ここはもう世界遺産ですから、で、後でまたやらないといけない。で、松本市、これは先ほどちょっと見ましたよね。松本城、ね、国宝のお城ですけども、ここまでは新宿からね、直通の電車が、特急列車がありますんでね、まあ、松本に観光に行くのは、まあ、アクセスとして非常に便利ですね。で、古賀なんですけども、ここはまあ中世ですね、この、関東支配をめぐってですね、いろいろとこの、歴史的なつながりがいろいろとあるところですね、古賀市。それから、まあ、こういったこのタブを開きますとね、説明が出てきますんで、こういったところなんかも、もう軽くちょっと見ておくといいと思いますよね。はい、それから、3番、水深が深くて波が穏やかな天然の良港として古代から知られる地で、漁港と海上交通の両方によって重要な港を有している。この港から発着する伊勢湾フェリー、愛知県の伊良湖港と往復しているということで、これがだから伊良湖港と結ばれている鳥羽の方ですね。鳥羽はですね、さっきの地図で見ていただくと、ここです。で、ここにこれ伊勢湾フェリーがね、鳥羽市とあと伊良湖岬というですね、伊良湖岬。で、ここを結んでるんですね。鳥羽方面行くとなると、おそらく伊勢参りということになると思うんですが、もちろん名古屋方面からですね、この近鉄使っていくというのもいいんですけども、私がおすすめのルートはやっぱりここですね、伊勢湾フェリーですね。だから豊橋で新幹線降りまして、で、まあ、センターまでバスで行きましてね、ここからこうフェリーで鳥羽へ行くと。で、その夜はここにある答志島、いい温泉があるんです、ね。ここに泊まるのがおすすめですね。はい、堺、舞鶴、敦賀、まずはどれも港町ですね。で、堺、ですね。うん、まあ、近世にはね、自治都市として非常に大きく栄えたところです。それから、舞鶴。これは軍港としてね、非常に重要な、日本海側にある帝国海軍の一番重要な港であったわけですね。だから戦後はここが引き上げ者たちの大陸からの、まあ、入り口になっていまして、今でも当時の建物なんか残っています。こういうね。そ
それから敦賀、こちらも、日本海側の非常に重要な港なんですけども、この敦賀湾の、ね、一番奥の方にあるところで、まあ、ここで日本海水揚げされた物資が、琵琶湖を伝って大津から京都へと運ばれるルートですね、まあ、その入り口として非常に重要だったのがこの敦賀ということになります。さあ今日の最後の問題です。本州と四国を結ぶ本市連絡橋のうち、しまなみ海道と呼ばれる西瀬戸自動車道の本州側の起点ということで、坂の町、文学の町、ね、映画の町として全国的に知られるということで、尾道ですね、大衆巫女のね、放浪記の、冒頭の文でしたよね、出てきますよね。でこの辺はどこも、瀬戸内海に面したいいところでございますね。そうですね、では、東の方から行きましょうか。まずは姫路ですね。まあ、姫路は姫路城があるんでね、なんと言いましても有名ですが、まあ、そこから、こう西の方へと行きますと、岡山県の方に入りまして、で今の選択肢で言うと、倉敷ですね。倉敷が先に出てきます。倉敷というと、その白壁土蔵群、というのが有名なんですけど、これ白壁の町並みが残っているとね、この美観地区という概念を、いち早くこう制定いたしまして、その都市のこう昔の、ね、景観を保ってきたところです。今では充電圏になったりしておりますけどもね、昔の建物の保存状態も非常にいいところです。それから尾道。この道は、はい、広島県の方に入りまして、でここからしまなみ海道がこうずっとね、つながって、四国の方の今治市の方へと、ね、つながるわけです。はい、それから、選択肢1番が下関ということで、これはもう一番、端の方ですね。下関の関、それから文字のこの門を取りまして、関門海峡、関門トンネル、関門橋というですね、そういうふうに呼ばれたりするわけです。はい、四国の話です。写真は四国を代表する盆踊りで、近年では全国各地で行われるようになった、この盆踊りが発祥した地を選びなさいということで、これが徳島ですね。まあ、盆踊りから発祥したものなんですけども、まあ、現在では全国的にですね、この阿波踊りを取り入れているお祭りであるところも多いですね。でこれ四国はですね、例えば丸亀から宇和島、高知という、ここはもう全部現存天守が残っているところですね。丸亀城というと、コンパクトでございますけども、場所を確認すると香川県ですね。で丸亀城というと、コンパクトであるんですが、石垣が非常に高いんですよ。写真から見て分かりますかね。これ分かりますね。はい。で、まあ、そういうわけで、これも現存天守の一つでございますね。それから、この宇和島もそうです。宇和島城ですね。宇和島城も、そうですね。これも、ね、美しい城ですね。大きな唐門、それからこの、三角形を作っているですね。三つ並んでいる。千鳥ハーフ、その上にまたカラモン、カラハーフというですね、この組み合わせが非常にこう、立体的で美しいですね。はい、それから高知、この高知城ですね、高知城と、はい、出てきましたね、というわけで、四国はこういった現存のね、天守が非常にいい状態で保存されているところが多いんですね。はい、最後の問題になります。あ、もうちょっと時間になってますね。で、地図は九州本土を示しているが、あ、うの県名が正しい組み合わせを選びなさいということで、まずあが、これ、大分県ですね。大分県ですね。国東半島があってね。それから次はいが、これが熊本県。これ、天草地方も含みます。で、うが宮崎県ということで、あが大分、いが熊本、うが宮崎というと、これが正解ですね。
という感じで、今日はちょっと忙しくですね、47都道府県全部回りましたし、あとは著名な観光都市も見ていきました。まあ、今日は第1回目ですから、こうやって都市の名前、またその地域にですね、親しみを持っていただいた上で、次から今度は地形とか、あとは観光地とか、そういったところなんかを見ていきたいと思います。では、今日はここまでにいたします。はい、ありがとうございました。